コンパクトにまとめた最新の一軍装備すべて見せます。どうも、やみつき松本です。ということで本日は、普段私が使っているアイテムの中で一軍アイテムを厳選して皆様にご紹介していきたいと思うんですけども、今回はバックパックでいけるコンパクト装備編という形で皆様にご紹介していきたいと思います。いろいろキャンプ道具揃えていく中で、車で行くときはこれとか、バックパックで行くときはこれみたいなカテゴリーごとの装備も揃ってきましたので、現時点で私がバックパック一つでキャンプに行くときはこの装備で行くことが多いよといったものを全て紹介したいと思います。今回の動画ではまずそもそもバックパック何使っているのというところで、バックパック選びにお悩みの方もいらっしゃるかと思いますので、私がめちゃくちゃお気に入りのバックパックを3つご紹介させていただきたいと思います。バックパック自体はもちろんね、キャンプを軸に考えてはいるんですけども、プライベートでももうこのバックパックをめちゃくちゃ気に入ってますというようなものもありますので、キャンパーのみならず全人類に見ていただきたいと思うんですけども、バックパックを見ていただいた上で、そのバックパックに詰めるキャンプ道具をどんな形でバックパックに詰めているのかなども見ていただきながら、どんなアイテムがあるのかというのをご紹介していきたいと思います。特にね、コンパクト装備に関しては私よりもね、詳しい方たくさんいらっしゃると思いますので、こんなアイテムもおすすめですよみたいなものもあれば、ぜひ動画見終わった後コメントもお寄せいただけるととても嬉しいです。ということで、まずはね、バックパック編、おすすめのバックパック参戦行ってみたいと思います。まずキャンプに使うバックパック、どんなものを選べばいいかわからないという方もいらっしゃるかもしれませんので、私がいろいろ調べたり、実践する中で考えている容量の考え方をお話しさせていただきますと、私の場合はね、本当にして1泊ですね、デイキャンプもしくは1泊2日というキャンプが多いんですけども、そういった時のバックパックは、30リットル前後でいいんじゃないかなと個人的にも感じております。で、今回紹介するバックパックもその容量のラインナップのものが多いですので、もしね、2泊3日したいとか3泊4日したいという方は、もうちょっと今回紹介するバックパックよりは大きい方がいいかなと思います。ただですね、30リットルクラスになってくると、もちろん普段使いもできるんですが、ちょっと大きいかなと思うところもありますので、普段使いプラスデイキャンプでちょっとした時に使うみたいな時は、もうちょっとちっちゃい20リットルクラスのものを使っておりますので、今回は30リットルクラスの1泊2日とかに使うタイプのものを2つ、それからデイキャンププラス通常使いという時に使うバックパックを1つという形でご紹介していきたいと思います。で、まず今回ご紹介するバックパックの中で、私がキャンプで一番使っているバックパックはどれという話をされた時にお話しするのが、はい、こちらのバックパックになりますね。これも動画でも何回か出てきているので知っているよという方もいらっしゃるかもしれませんが、実はですね、なんだかんだ言ってこのワークマンのジョイントバックパックというものを使っております。で、このジョイントバックパックは名前通りジョイントができるということで、こういうところにカラビナがついたりしているので、別売りのね、サコッシュとかを外付けでつけたりもできるよということなんですが、私は一切そういうことはせず、普通に、バックパックとして使うことが多いです。こんな感じですね。このジョイントバックパックがどういうものなのかというところを簡単にお話しした上で、どんな収納ができるのかというところをお話しさせていただきたいんですけど、これね、私が買ったのは初期バージョンなんですが、今販売されている既存のモデルに関してはジョイントバックパックのファイナルエディションというものが発売されております。基本的なサイズ、スペックの話をさせていただきますと、容量がね、33リットルという形になっていて、結構入るんですよね。で、現行のジョイントバックパックに関しては、テフロンエコエリートという水や水性の汚れを弾くようなコーティングもされているとのことです。で、私が持っているこのジョイントバックパックは、ハイカーズエディションという名前で売られていたもので、実はですね、現行の商品よりも容量が大きい41リットル。さらに言うと重さが880グラムということで、めちゃくちゃ軽くて容量が入るというような商品だったんですよね。今の現行のジョイントバックパックファイナルエディションに関しては33リットルになっていて、重さがおよそ1キロぐらいということになってますので、その分ですね、生地感とかがしっかりしているのかなとは思いますが、安くて、軽量で容量がいっぱい入るということで、個人的には気に入っております。具体的にどういう商品なのかというところを見ていくと、まずですね、フロントの部分に結構ガバッと開くポケットがあります。で、思った以上にこれね、深さがありますので、
相当なものが入る印象ですね。かなり高さがある印象です。で、このフロント部分の上にもポケットがこうついているということですね。まあ、ここに私歯ブラシとか結構入れるんですけども、まあ、さらに言うと、このバックパック、一番のお気に入りポイントを言うと、こうファスナーを広げて、ガバッともうフロントをオープンすることができます。まあ、これによって荷物とかね、キャンプ道具入れておいても下の方までいきなりアクセスできるっていうところが個人的にはすごく気に入っているポイントですね。で、このサイドのポケットとかもねありますし、下にもねマットとか外付けされる方はこういった紐とかもレギュラーで用意されていたりしますので、まあ今ねこのハイカーズエディションという商品は販売されていないようなんですが、まあファイナルエディションも同等な性能はあるかなと思いますので、まあファイナルエディションの方がちょっと容量は少なくなってしまいますが、とにかくね6000円以下で買えるという鬼のコスパと使いやすさという点では引き続きお勧めできるんじゃないかなと思います。これがね一番よく使っているバックパックですね。そして今のワークマンのバックパックとともによく使っている製品もう一つあるんですけども、それがこちらですね。キャンプにおいてねここぞという時はねこれを持っていくことが多いですね。ミステリーランチのスクリー32という商品です。まあ、ミステリーランチね、ご存知の方もたくさんいらっしゃると思うんですけども、いろいろな商品ある中で、まあ、私の使い方的にはこのスクリーで正解だったかなと思います。性能等々は、これからちょっとお話ししていきますけども、よいしょ。まあ、今荷物入ってないんでちょっと薄いですけど、しょった感じこんな感じですね。見た目はね、もうほんと抜群にかっこいいですよね。ミステリーランチ、お店とかでね、見たことある方結構いらっしゃると思うんですけど、この Y 字のジップがすごく特徴的で、このスクリーの32もミステリーランチらしいビジュアルをしているかなと思いますが、こちら容量が32リットルということで、先ほどのジョイントバックパックは、私が持っているものは40リットル超えということだったんですけど、それよりもね、実はちょっとちっちゃいタイプになります。で、ミステリーランチなんかめちゃくちゃ重いイメージがあるんですけど、このスクリーに関しては 1.3 キロということで、まあ重さもね、軽量のバックパックとかと比べれば、それなりにもちろんあるんですが、見た目の割にそんなに重くないなという印象です。まあ先ほどのこのね、ジョイントバックパックは容量が40リットル超えで、さらに重さも1キロを切っているということで、すごくバランスはいいんですが、その分ね、やっぱり生地感とかは薄めになって、こう、見ていただければ分かる通り、ふにゃふにゃする印象なんですけども、ミステリーランチはね、その点、ちょっとバランスはいいのかなと思います。で、このスクリー32は、この背面ですね。この背面の機構に、フューチュラヨークシステムというシステムが導入されています。で、この背面にフレームが入っていて、まあ腰でね、背負う感じですね。なので体への負担は結構少ないかなと思います。だし体にもね、ちゃんとフィットするし、やっぱりなんだかんだ言って高いなりの理由はあるんだなというのが、まあ使っていて感じるところではありますが、価格的には Amazon でも2万円ちょいと。なので、ちょっとね、価格帯的にはお高い商品にはなりますが、その分ね、やっぱ持っていて、ミステリーランチかっこいいなと思うことは結構ありますね。で、これ見ていただくと、まあ前面の部分にね、こういったループがいっぱいついていて、こういう風にね、カラビナを下げられたりするというところと、まあ、サイドのポケットが両方についていますという形です。まあ、外付けのポケットに関しては比較的シンプルなものですが、中ですね、この Y 字のジップをずっと開けていただくと、これもね、一番のお気に入りポイントですね。中がこうガバッと開いて、一番下の部分までね、いきなり荷物を取り出すことができるということで、個人的にはね、このタイプの商品がすごく気に入っていて、ミステリーランチも結構使っているということになりますね。で、上の部分にもね、ポケットついていますね。2つついていますけども、まあ、ここにいろいろなものを入れて、まあ、1泊2日ぐらいでしたら、まあ、このミステリーランチか、このワークマンのジョイントバックパックを背負っていくってことが多いですね。あとでね、これ実際に私の一軍のキャンプ道具をこの中に詰めていきたいと思いますので、またその時に登場します。キャンプに行くときは、今ご紹介した2つのバックパックをメインで使うんですけども、やっぱり30リットルですとか40リットルぐらいになってくると、普段使いと併用したいよというときに、ちょっと大きいかなと思う部分があります。まあ私見ての通り、ボディが大型ですので、その私ががっつりしたリュックを普段から背負って行動すると、周りの人からするとなかなか圧迫感があるんじゃないかなと感じることもありまして、今ご紹介したワークマンのジョイントバックパックが41リットル。で、スクリーの32は、まあ30リットルライト。で、さらにもう一つね、ちっちゃいものが欲しいなと思っていたんですけども、ここ1ヶ月ね、もうずっと背負いっぱなしの超お気に入りのバックパックがありますので、ご紹介したいと思います。その商品が、はい、こちらになります。これ、見た目がまずめちゃくちゃかっこよくないですか？
で、この商品、テーブルキャリーというブランドから発売されている、デイリープラスという商品で、まあ、いろいろな方がね、YouTube でもご紹介しているので、ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、これをね、私、ここ1ヶ月使わせていただいて、めちゃくちゃ気に入っております。このバックパックの容量は21リットルということで、まあ今までのバックパックと比べると容量は小さくなってますが、普段使いの時はもう主にこれがメインですね。完全にメインとして使っていますし、デイキャンプの時もこれ、プラスアルファでこういうね、ファットノットのコンテナとかを補助として手に持っていくような形でキャンプに行くことが多くなりましたね。まあそれぐらい気に入っているこのエーブルキャリーの商品なんで、一体どういった商品なのかというのをね、ちょっと見ていきたいと思います。容量は先ほど言った通り21リットルということで、普段使いにはこれぐらいがベストな大きさかなと個人的には思います。で、重さが 1210g ということで、このサイズのバックパックとしてはめちゃくちゃ軽量というわけではないですね。表面の生地は X パックでできていたり、素材感はすごくいいなと個人的には思っておりますね。で、これの商品実際にもう1ヶ月以上使い倒しているんですけど、この商品の良かったところポイントでまとめていきたいと思うんですけど、基本的に今見ていただいている商品の色がですね、オリーブグリーンという色味の商品でございます。で、他にも、コヨーテブラウンとか、ブラック、それからネイビーブルーといったカラー展開もあるんですけども、まずね、ポイント1、良かったポイントは収納力めちゃくちゃいいし使いやすいですね。で、実はですね、これ結構ね、もうコンパクトに収まっている感じに見えるんですけど、いろいろ入っていまして、まずね、この外側のポケットを開けていただくと、ガバッと開くと中にこういったポケットが入っていて、私の場合だとワイヤレスイヤホンを入れたりしてですね。で、ここのもう一つのところにはジップのポケットがついているというところと、あとは大きめのポケットとして使えるということで、ここもね、結構な容量入りますね。で、一番個人的にすごくいいなと思っているポイントは、ここのもう一つの外側のポケットなんですけど、今開くとですね、私の場合こういった感じでミニ三脚入れてありますけど、このポケットね、あのペットボトルスポット入るんですよね。なので、背負っていても片側外して、まあひょいっとペットボトルを取り出すっていうようなこともできますので、ここはね、すごく使いやすいポイントかなと思います。で、さらに言うと、ガバッと中を開くときにこんな感じで、今着替えとガジェット類が入ってますが、今開いた側のところにもポケットがついているというところと、あと着替えをいっぱい入れてあるんですが、ポイントとしてここにですね、まあノートパソコン、私の場合だと MacBook を入れてるんですけども、ここにね、背面に入れたときに下の部分がね、バックパックをドンって置いたときも、このノートパソコンが直に地面につかないように、下の部分にね、ちょっとね、隙間が空いていたりするんですよね。そういった細かい構造上の工夫みたいなものがたくさん施されているのがすごくいい点かなと思いますね。なので、このね、ちょっと丸みを帯びたフォルムで、見た目的にはデザイン重視のバックパックなのかなと思う方もいらっしゃるかもしれないんですが、結構収納力もしっかりしてますよというところですね。さらに言うと、このね、フレームがすごいんですよ。ここの下の部分を見ていただくと、ここちょっと下の部分が台形みたいな感じになってるんですけど、これをね、背負うとめちゃくちゃびっくりします。今見ていただいた通り、ノートパソコンとか着替えとかね、重めのものを入れて動くことが多いんですけど、まあ、とにかく負担が少ないですね。他のリュックに比べてちょっとびっくりするぐらい軽く感じます。無重力バッグと言われているぐらい、本当に背負った時の腰とかね、体への負担は少ないなと個人的にはすごく気に入ってますね。21リットルということなので、1泊2日のキャンプというとね、ちょっと小さいかなと思うんですけども、同じね、エーブルキャリーのバッグの中でマックスバックパックという商品もありますね。同じような構造を持ったもので、さらに大きい30リットルのね、バックパックも商品としてはあるんですけども、まあ1泊2日とかを視野に入れるんだったら、そちらのものを買ってもいいのかなと思うんですが、まあ表面のね、この X パックの生地の質感とか、やっぱりこの背負った時のね、フレームの構造ですとか、そういったものはもうこれ相当すごいなと個人的にちょっと感動した商品であります。で、価格的にはですね、正直ね、高いです。私が今回ご提供いただいているこのデイリープラスが35,200円、さっきのスクリーとか本来は3万円ぐらいする商品なので、35,200円ということなので、価格的にはですね、正直お高いかなと思うところはあるんですが、やっぱりね、お高いなりの理由はあるなというのが、先ほどのミステリーランチのバックパックと同じく感じることが多かったですね。はい。まあ、とにかくね、もうこれをね、実際に使ってみて本当に感動しましたので、もう普段使いはね、こればっかり使ってますね。
はい、ということでバックパックのご紹介3品してきましたけれども、普段使いから結構リュックを背負って自転車で移動するということが多いですので愛用しているものは多いんですが、まあキャンプにおいては1泊2日とかライトなキャンプを楽しむことが多いという前提で、ここからは実際にこのバックパックに詰めていく様子を見ながら、キャンプ道具一軍装備ということで、主にバックパックだけで行くキャンプ道具の一軍装備をご紹介していきたいと思います。でね、まだねちょっと悩んでいる部分もありますので、アドバイス等あればいただければと思います。まずテーブル部門です。テーブル部門はこちらですね。なんだかんだ言って結局これを使ってます。まあ軽量の時でも外のフィールドホッパーですね。今見ていただいた通り、開くだけで簡単に展開できるテーブル。これはね、もうめんどくさがりの私には欠かせないんですよね。で、テーブル面積こそそんなに大きくないものの、簡単に使えるというところと、まあ比較的コンパクトというところで結構持っていくことが多いですね。で、もう一つ、これはロマン枠なんですけど、これなんだかんだ言って結構持ち歩いてますね。ダックノットのね、チャブ台です。これもフィールドホッパーと同じく、ガバッと開くとチャブ台になるという商品です。まあこれだけ持っていけば本当はいいんですけど、木なんで、どうしても上でバーナー調理したり、ちょっと熱いものを乗せたりしたいときは、心もとないということで、まあ、これに加えて、先ほどのフィールドホッパーを持っていくことが多いという形になります。これをバックパックの背面に入れますね。で、続いてチェアですね。チェアはなんだかんだ言ってこれ持っていくことが多いですかね。ヘリノックスのグランドチェア、未だに使い続けています。まあグランドチェアなんで、地面に近いタイプのチェアなんですが、座ってしまえばね、本当に座り心地は抜群ということですし、さらに言うとこの軽さと軽量さというところもあって、同じね、グランドタイプのチェア、いろんなところから出ているんですけども、まあ本家のヘリノックスのタイプが一番コンパクトで軽いんじゃないかなということで、なんだかんだ言ってね、使い続けてますね。本当はね、椅子なくてもいいかなと思うんですけども、やっぱりね、私ぐらいのボディの持ち主だとちょっとね、腰が死んでしまうので、最近はね、これを持っていくようにしていますね。はい。で、あとね、マットです。マットはまあよくあるアルミ調着のね、蛇腹のタイプのものとかをね、ここに下げていってもいいんですが、まあ、私の場合だと Z ライトソルを、まあ、結構使うことも多いんですが、主にね、夏キャンプを想定してますが、夏キャンプの場合だとこちらですね。こちらも、よいしょ、ちょっと中見ていただくと、実はこのコンパクトさなのにマットなんですよね。はい、こちらですね。サーマレストのフロライトのスモールという商品になっています。で、これもね、コンパクトさの割には寝心地が結構良くて、なんだかんだ言ってバックパックだけで行くときはこの収納サイズなんで、一番使い勝手がいいかなと思って使い続けてますね。インフレーター式のバルブが付いていて、膨らますタイプなんですが、まあ厚みがね、めちゃくちゃあるとかそういうわけではないので、冬キャンプの時とかだとちょっとね、物足りないかなと思う部分もあるんですが、まあ夏キャンプだったら全然これでいいですよね。で、まあこういったものもちょっと入れます。はい。結構ね、バックパック見ていただくと入りますよね。で、今テーブル、チェアと、あとマットですね、があるので、まあメインのところで行くと、あとはこの辺ですか。焚き火台。風の谷の焚き火台の UL と、あとシナノワークスの焚き火シートですね。それを、よいしょ、一つの袋に入れてます。これもテント生地でできた収納袋ということで、これ専用の袋ではないんですが、気に入って使ってますね。これも背面に入れちゃいました。で、続いてメインのテントですね。テントは、まあこれかな。なんだかんだ言ってこのサウスウィンズの、ヤギ座テントですね。こちらを使うことが多いですね。まあ、ヤギ座テントは両面シルナイロンでできていて、ほんとサラッサラなんですけども、まあ、さらに言うと、このね、コンパクトさ、これ唯一無二ですよね。当然ポールとかは入っていないんですが、私の場合だと、ここの部分にね、ちょっと見えるか。あの、付属のね、ペグとかも入れちゃってますので、これだけでもう寝床が完成するという形になります。で、まあ、両面シルナイロンというところに加えて、まあ、ワンポール式なので、本当に隅にね、ペグを打って、ポールで立ち上げるだけという形になりますので、まあ、設営も簡単ですし、まあ、寝室部分とかがね、一体型になっているので、立てるだけで寝床と全室ができてしまうという利便性もね、すごく気に入ってますね。こういったテントも持っている。もうこれで変な話、テント、テーブル、焚き火台、椅子、で、マットとあるので、最低限のところは揃ってしまってますよね。これ一つ皆さんにご相談なんですけど、夏場なんで私ね、結構、シュラフ持っていかないことも多いんですよね。どちらかというと、着る側の、まあ、モンスターパーカー的なものを1個持っていって、夜それをかけて寝るみたいなこともあるんですけど、前回この装備で行った時は結構冷え込んだので、もうちょっとコンパクトになるシュラフでなんかいいのないかなと思ってますので、もしおすすめありましたらそれ教えてください。はい。続きましてどんどん行きますと、調理器具も必ず持っていくんですが、まあ最近はこちらが結構重宝してますね。ちょっとパンパンなんですけど、これ CB 缶、それからこの間出たね、外の、まあ、コンパクトの方のバーナーの話ですね。
まあ、これをバーナー一式として調理する時とかはいいかなと思ってこれを持っています。でさらに言うとこちらに入っているのがクッカーもろもろセットという感じなんですが、入れ物自体は長野県のファイアホースプロダクツさんというところがあって、要は消防ホースの素材をリサイクルしていろいろなねキャンプ道具ですとか収納グッズを作っているところなんですけども、それでね戦闘ハンドのケースも作っているということで、これを最近ではね使ってますね。まあ、他にもねダックノットのものとかいろいろあるんですけど、これの方がまあ汚れとかを考えるとかなりラフに使えるというところで、私みたいなズボラ向きなのかなとも思いますし、さらに言うとちょっと開ければわかるんですけど、戦闘飯盒上にもねもう一個ぐらい収納できるぐらいのサイズ感があるのですごく気に入って使ってますね。で開けてみるとこれがねモンターナの1枚専用のねホットサンドメーカーで、取っ手が取れるタイプで中にね取っ手が入っている状態ですね。はい、これを持っていったりしますし、さらに言うとなんだかんだ言って戦闘飯盒を持っていくことが多いですね。これはムースルームワークスの戦闘飯盒です。細かいものはこの中に入れていて、やみつきトングですとか、これめっちゃ気に入ってるんですよね、ゆうげトイボックスチャンネルさんからいただいた広島のキベラです、これめっちゃ気に入ってますねとか、あとまあユージャックのイムコタイプのライターとか、あと刃物を研ぐものですね、イスタのシャープナーですけども、あとねここに刃物としてフェデカの折りたたみナイフとかを入れたりしますけども、で下はですねここの部分にもね何入れるかちょっと悩んでるので、もしもっとこういうの持っといた方がいいよみたいなのもあれば教えてください。エヴァニューのグビグビを一応コップ代わりとして入れているという感じです。もうお皿とかは変な話この戦闘ハンドで、賄ってしまいますので、まあ箸とかもね別にこのやみつきトングさえあれば全部なんとかなるかなと思いますので、炊飯とかをしたりするときはこういった吸盤になっているものがあるとすごく便利なので一応入れてありますね。これも全て概要欄にリンク貼っておきますのでちょっとチェックしてみていただければと思います。これもケースに全て入れてここに入れて、おお、我ながらぴったりじゃないですか。でたまに気分によってアルコールストーブ運用したいなみたいな時は RSR のアルコールストーブですね。このトルネード型の火が素敵なので、これに加えてこの野営ガレージの一瞬で展開するよいしょこのボトルとかをね持っていったりしていますね。はい、まあメインどころはもうこれで揃ってしまっていますので、テントもあります、椅子もマットもあります。まあシュラフがねちょっとないよというところなので、シュラフだけちょっとどうするかというのはまあこれからも考えるべきところかなと思いますし、さらに言うと冬キャンプの時はねさすがにこの装備だとちょっと心もとないので、そういった時にどうするかというところもまたねまだまだ改良の余地はあるかなと思います。でテントに関してポールがね必要なのでこちらですね。ポールはユージャックの、よいしょ、伸縮式のカーボンポールを最近は使っていますので、これをね、サイド部分に、よいしょ、こんな感じで込んで、で、ポイントとしてこちらですね。はい。マタドールのシート。これをもう、キャンプ場に着いたらすぐに展開したいので、よいしょ、こんな感じで入れておきます。で、まだまだね、実はちょっと余裕があるので、まあ、この上の部分とかを使って、ちょっとしたタオルとかね、着替えとかを入れて、キャンプに行くというのが日常ではありますが、今見ていただいているジョイントバックパック41リットルだと、このサイズ感のキャンプ道具一式で行くことが最近は多いかなと思います。結構やっぱね、普段のキャンプと比べると、軽量でいいものを買おうとすると、金額的にはかなり高額なものが増えてしまうかなと思うんですけども、やっぱり使ってみるとね、納得できる製品は多いかなと思いますので、ぜひね、気になった商品ありましたら、概要欄から覗いてみてください。はい、ということでご紹介してきました。いかがだったでしょうか。今回はバックパックで行く一軍のキャンプ装備のご紹介という形で皆様と情報を共有してきました。まあ、しょった感じがこんな感じですね。まあ、まだまだ入るかなといった感じですが、最低限のものはこれで揃っておりますので、夏場のシュラフ問題ですとか、まあ冬のね、バックパックキャンプとかね、憧れはあるので、ぜひね、アドバイスあれば皆様のアドバイス、コメントでお寄せいただければと思います。もう普段使いに関してはね、このエイブルキャリーのバックパック本当におすすめですし、もうこのね、しょった時の軽さはね、ほんと唯一無二感なので、ぜひね、こちらの方も概要欄の方から覗いてみていただければと思います。ということで、今後もですね、皆様のキャンプ道具選びの参考になるような動画を発信していければと思いますので、よろしければチャンネル登録お願いいたします。ということで、以上、やみつき松本でした。じゃあね。